はい、ということで、なんかよくわかんない足でなんか歩いてる風景を見せましたが、今愛知に来ております。愛知に来て、なんだろう、僕が昔っていうか、まあちょくちょくやってるんですけど、シージ、あのレインボーシックスシージのなんか大会がありまして、そこになぜか僕が呼ばれました。はい、呼ばれました。まあその大会を見てくるっていう感じです。はい、なのでそうですね、そうですね、明日はなんかよくわかんないことになるかもしれないですけど、まあとりあえず頑張りたいと思います。はい、おはようございます。待って、めっちゃ汚いんだけど。おはようございます。今日はなんかその UBI の、まあ、シージの大会ということで、ちょっともう早起きして、今6時半早起きですね。大変ですね。6時半特にコメントないです。これあれですね、僕のちょっと出先でやる編集グッズですね。もう悲惨なことになってますからね、これとか。こんな感じです。ちょっと食べ物めっちゃ散らかってるけど、まあ、全部僕のじゃないんで。いや、僕のです、ごめんなさい、嘘つきましたって感じですね。で、これは今日かぶっていくヘルメットですね。いや、今日のゲームってシージなんだよね。このフォートナイトの頭でいて大丈夫かなっていう、ちょっと不安との戦いで、まあまあ別にいいでしょうみたいな感じですね。まあとりあえず、まあシージの大会の様子をみんなに伝えられたらいいかなって思ってます。そして翔平さんのパワーな感じのソーセージの量、すごい。マジでやめて。
いや、ドロー、ドロー、ドロー。サーイ。いけ、翔さん、一緒に行こう。うわ、怖い。怖い。おっしゃあ、ディフューザー。おお、サイパー。カフェ、カフェ。死んだふりがしたい。隠せられない。あ、怖い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 。やば。俺絶対やるね。俺死ぬぜ。絶対やる。このオペレーター。決めていく。もぶねえ。しゃあ。です。帰ろう。お疲れ様。